最強の男です。まあ俺がね、最強の男であることは、まあ、お前らみんなご存知だと思うんだけど、最近この俺がいるにもかかわらず、我こそが最強だと言って日本中動き回ってる不届き者がいるらしいんですよ。そいつを今日ここで呼び寄せて、俺と一対一拳で決闘しようと思うんだけど、もう来てんの分かってんだよ。隠れてないで出てこいや。お前ビビってんじゃねえぞお前。おい、怖がってるやつしか怖くないとか言わねえんだよお前。早く出てこいやお前。拳で決着つけようぜおい。なあおい、のど自慢じゃねえんだよ。拳で決闘つけようって言ってんだよ。はいはい、やっぱお前だったな。お前だったな、最強って言って歩いてるやつ。俺に喧嘩売るの大した度胸だな。おいさっさと出てこいよ。おい拳で決着つけようぜ。おいおい、お前なんだお前、歌ってんじゃねえよお前。おい歌じゃなくてさ、のど自慢じゃなくて決闘しようって言ってんのお前。な、なにお前ね、まあ、あの敵の声を声援にして力に変えるタイプのポケモンかお前。おいでって、俺がおいでっつってんだよお前。あの、そのさ、なんかポジティブなこと言ってさ、あの気合い入れるのはいいけどさ、もう温まったら早く来てくんねえかな。俺とさ、喧嘩しようぜ早くお前。おい、あの、だからもう何言ってかかんねえよお前。連れてこうとしてんだろ。こっちにこいつってんだよ。こっちにこいつってんのね。あのもう待ちくたびれたからさ、本当に。いや、それを今から決めんじゃん。それを今から決めんじゃん。ねえ、全工場聞き飽きたんだよ。早くさ、男と男の勝負しようぜ。あ、お前お前最悪なタイプの上司なんだお前。もう間違い認めろお前。間違いだなって思ったら引き返すお前。旧日本軍の間違い取り返すぞ。フェイントフェイントかお前。急にテンポ変えてフェイントっぽいかお前。あの始まる前からさ、なんか変化つけて、なんか白鵬の猫騙しみたいなやつやめろお前。ちゃんと正々堂々と迎えろお前。あのもうあのポジティブなこと言ってさ、気合い入れるのも分かったから、気合入れるだけ入れて相撲を取らない高見盛りかお前な。気合入れたら取り組めよお前。あのずっと俺言ってんだよ、俺は準備できてんの、おめえでも準備できてんの、早く来いって言ってんじゃん。もう何ってかかってよお前。何言ってんのずっと。おい喧嘩しようよ早くな。あ、何度でも何度でもって、ドリームスかぶってるか。ドリームスかぶってるか。それを決めんじゃん今から。それを今から決めんじゃん。なんでやる前に引き分けにしようとしてるの。引き分けで終わるんだよ。